うるば市与那城庁舎でございますが、そこの中に HY のモニュメントですか、そういうのを展示をするということで私提案をしまして、それが認められて今展示をしております。まあ、公共施設内でこういう展示というのは全国的にも稀のものではないかなというふうに思っております。で今日の朝もいろいろ自分たちが今までやってきたライブでみんなと一緒に作り上げてきたものを役場に見に行ったんですけど、なんか改めて自分たち今10年間あっという間だったけど、いろいろたくさんの人に出会ってきたなって、感じましたね。私は沖縄全部にそういうなんかこういうふうな足跡を残していきたいなと思ってますね。今まで HY の皆さんが教育活動とか地域のシーアートフェスティバルというのを参加した中で、子どもたちに対するその教育の効果っていうのも計り知れないと思うんですよ。子どもたちが金管バンドで金賞を取ったり、全国で銀賞を取ったり、または与勝高校生がその HY を目指してそのバンドに活動をし始めているっていう、いろんな意味でのいい余波が広がってきているのを目の前で実感しているものとしてはもう本当に幸せなことですね。これからもこの地域にあるモニュメントや、また HY のメンバーその自身がその子どもたち その憧れのそのなんていうんですかね、その先輩たちになってのをもうこれからもずっと続けてほしいですし、いつまでも子どもたちの希望 そのシンボルになってもらいたいと思いますね。今日も与那城小学校の子どもたちが海中道路歩きながらゴミを拾いながら歩いてきたっていう話も聞けたので、すごい素晴らしいな。地道なゴミ拾いとかから、あとはもう小学生と一緒に課外授業としたりとか、やっぱ音楽以外でもすごくこうやっぱ地元っていう地元の大切さとかっていうのを、感じてるし、いつも意識してるし、これから先もまたこういう音楽以外の活動とかを含めてすごいこう広げてやっていけたらなと思います。
中学校の頃に1、2度ぐらいヒデのおじいちゃんと一緒にカニ漁に行きましたね。乗せてもらって、でそれ以外にも全然カニ取ってきたらうちのお家まで持ってきてくれたりとか、おじいちゃんが全然もう毎回港に行くたびに見てましたから、ヒデと一緒に。はい、一回沖まで連れてもらったことあるんですよ。沖に着いておじいちゃんが、はいこっち泳いでいいよって言われてはっみたいな感じでだったんだけど、みんなでも楽しんで沖で泳いでます。それが一番思い出ありますね。港に行ったら見たりとか、まあ、当時はまだあったので見たりとか、あとはまあ乗ったりもしましたね。結構意外となんか港とかに乗ってる時もでかいなと思ってたんですけど、乗ってみるとさらに大きくてですね、あこんなに広いんだなっていうなんか印象がありましたね、うん、撮影でメンバー全員で乗ったことがあります。そこで撮影を兼ねながらの記念に船にも乗らせてもらって、おじいちゃんがもう運転っていうんですか、操作してくれて、うん、沖まで連れて行ってもらいましたね。あと台風の時とかも避難する時におじいが、秀幸お前ちょっと来いって言われて、一緒にこれ避難しに行くぞ、もう波荒れてる中避難場所まで。いやおじいちゃんすごかったっすよ、もう海の男ですね。で自分がこの船から港着いて落とし物したんですよね。したらおじいがちょっと待っとけって言うから、あれゴーグルもしてなかったと思う。それもドーンって下までちゃって、はい、すごいね。もう今年取っちゃいましたけどね、もう船と同じように。地元の人たちは、まあ、焼け野の港、まあ、地元の人たちは鳩場っていうんですけど、その鳩場に浮かんでた龍福丸っていうのは大抵の人たちは遊漁船といいまして、釣り人を沖まで連れていく船として使われてたんですよ。でも50代以上の人たちは海中道路がなかった時の本島と離島を結ぶ唯一の船だったんですね。その意味でも海中道ができる前の思い出をすごく思い出させてくれる非常に大切な船ですね。龍福丸が、廃船になるという話を聞きまして、私たちボランティアで活動しているメンバーがおりまして、それでは龍福丸もかわいそうではないかと、せっかく HY の中の歌の中に出ておりますので、それをどうにか我々の手でこの船を確保しようではないかということで、若いメンバーと一緒になってですね、この船の確保にあたって今日の船上げ除幕式という形になっておりますので、すごくもう嬉しかったですね、うん、でまた本当に木の船珍しいってことで、このうるま市がこの船を残したいってことで陸揚げするっていうのも聞いて、ああ嬉しいな。でもやっぱどっかしら自分たちが龍福丸っていうタイトルつけた歌も作ったから、そのつながりもあってほしいなって思ってたら、そういうこともやっぱり関連してて、すごく本当に
おじいにはおじいちゃん孝行何もできなかったけど、いつも怒られてばっかりで、でもこれこういう形で残してきれたっていうのも、ちょっとおじいちゃん孝行してるのかなって思いますね、うん、おはようございます。ようこそメンソーレ。建物が大きいから ちっちゃく見えますね。いやでも嬉しいですよ。あのお兄ちゃんから朝龍福丸がこのクレーンに乗せられて、そのシャメが送られてきたんですよね。その時もなんて言うんだろうな、もう本当に嬉しくて、はい、おじいちゃん高校俺やっとできた、何もできなかったのにとか、なんかこうグッと涙が出てきましたね。お風呂入りながらおーってこう浴びながら、おじいちゃんがもう僕が死んでもあれだけは残るからとかいろいろ、いやまだまだおじい生きてよ頑張ってよまだまだ長いよって言ってましたけど。いや久しぶりじゃないか。久しぶりですね。いやしてないか。いやもういつもこんな感じです。中学校から中学校から、あいつも違う頑張ろう、いつもよろしくお願いします。お前たちも可愛い後輩だから、何かだけになったらいつでも協力しますね。私経済部長ですけど、観光も担当しておりまして、 HY のおかげでですね、この観光もどんどん盛り上がってきています。はい、拍手ありがとうございます。で今後もですね、HY のメンバーには頑張っていただいて、ぜひ、うるまの観光に、一躍を狙ってほしいと思います。今日はみんなで、激励して、そしてまたこの龍福丸もですね、彼らの思いがあります。ぜひ、皆さんのまたこれからの HY に対するご支援もお願いしたいと思います。 HY 龍福丸陸揚げ除幕式です。お願いします。はい、ここに置かれたら多分ずっと置かれるだろうし、自分たちが次の世代とか、なんでこの船がある意味とかが知ってもらったらずっと続くじゃないですか、いろんな世代に。それが一番嬉しいですね。多分みんな、自分もだし、メンバーもおじいちゃんも。でも本当になしでは HY は何だろう、ここまで来てなかったのかなっていうぐらいの大きなものでもあるんじゃないですか。どんどんこう本当に龍福丸っていう物語がどんどん大きくなっていって、今ではこう HY の曲を超えてこうなって、なんだろうな、全然 HY のこと知らなくても逆に龍福丸は知ってるよみたいな、地元の方とかね、おじいちゃんおばあちゃんとかもいたりとかして、なんかとっても、あーすごいなと思いましたね。
か龍福丸もこうしてこう役目を終えた後でもこう陸揚げ式でずっと形に残ってて、龍福丸っていう歌もひょっとしたらもう毎年もしかしたらここでもしライブやるとしたら龍福丸っていう曲がやっぱ帰ってくる場所なのかなとか、やっぱ龍福丸の前で歌えてすごい嬉しかったし、すごい大切にしていきたいですね。宝物ですね。またもう見てください。まずこれおじいちゃんの船、まあ、これ自分の自慢ですけどね。これが形になって、あと本当にこの自然ですよね。海、これがもう何よりもリラックスできる場所なので、ぜひもし沖縄に遊びに来たあの皆さんはこのうるま市与那城町やけらに見に来てほしいですね。